ですね、ちょっと今更感なんですけど、前のモデル、DNS3500 っていうモデルから3700で何が変わったのかっていうことを、軽く触れたいと思います。まあ音質が上がったりだとか、まあ、外見もかっこよくなったっていうこともあるんですけど、すごくでかいのはですね、プラッターが大きくなったっていうことがあります。プラッターっていうのは、DJ の時の大事なこの鉄のお皿ですね。これが3500の時は、こういう7インチ版って、ちょっとおたれこレコード屋なのでいっぱいありますけど、こういう7インチ版、こういうの、まあドーナツ版とも言ったりしますね。このサイズだった、このサイズだった。あ、もう実際合わせてみようか。まさにこのサイズだったんですね。で、これ合わせてみます。そうすると見てみてください。こんなにも大きい、大きくなりました。9インチ、9インチですね、22.86センチ、前は 17.78センチだったのが 22.86センチに、改善されたということで、だいぶなんていうのかな、触りやすくなりましたねっていうところが、すごく、変わったところで、あとですね、意外とですね、これ CDJ で重要なポイントだなって陽介管理人が、あんま表に出てこないことなんですけど、ポイントがありまして、こいつです、このディスプレイ。これがちょっとこう斜めになってると、これがですね、すごく見やすいんですよ。結構普通の CDJ ってこうぺったんこになっちゃってたりとかしてるんですけど、それが角度がこうやってついてることによって、すごく視認性が高いということがあります。